がつきますと、雲の糸の下の方には数限りもない罪人たちが自分の登った跡をつけて、まるで蟻の行列のように、やはり上へ上へ一心によじ登ってくるではございませんか。後にはただ極楽の雲の糸がキラキラ
だと細く光りながら、月も星もない空の中途に短く垂れているばかりでございます。